イハング184ボーロコプターに X 有人ドローンとは乗員を必要としない人員輸送や旅客用途のドローン。イブトールの一種、パッセンジャードローンとも呼ばれている。有人ドローンの定義はまだ定まっておらず、おおむね自動操縦装置を備えた電動式マルチコプターである。完全な自動操縦が可能な機種のほか 最低限の姿勢安定のみを自動化して上昇や方向転換は手動で行う機種もある。発展の著しい電動マルチコプターが実用化されてからは有人電動マルチコプターの研究も行われるようになり2011年にはドイツの E ボーロがジョイスティックで操作する16ローターを備えた一人乗りの機体を試作し、以後も空飛ぶ車等の用途に 世界各地で開発が行われていた。2016年1月のコンシューマーエレクトロニクスショーに世界初の友人ドローンとして中国の企業イハングが一人乗りのイハング184を披露し2017年2月の世界政府サミットでドバイの交通局はすでにドバイでイハング184の初飛行テストを行ったと発表した。 同年9月にはダイムラーなどから出資を受けているドイツのボロコプターも世界初の二人乗り有人ドローンボーロコプターに X の初飛行テストをドバイで行った。ロシアのホバーサーフ社はホバーバイクとして一人乗りのクワッドローターを開発しており同年10月のギテックス2017でドバイの警察が採用を発表した。2018年5月にイスラエルは 戦場で負傷者を輸送するコーモランとのデモンストレーションを行った。ヨーロッパのエアバス、アメリカ合衆国のボーイング、ベルヘリコプター、日本電機などでも有人ドローンの開発が発表されている。ありがとうございます。